the great adventure of Nasty! Nasty の大冒険 YouTube 版。世界の屋根、ヒマラヤ山脈。ヒマラヤとは古代サンスクリット語で雪の住まい。地球上で8000メートルを超える高峰は全てヒマラヤ山脈に集中しています。その中央部を占める国ネパールは、実は亜熱帯に位置する山岳国。そこには計り知れないほど多様な世界への入り口がありました。そのネパールの中で今回向かったのはヒマラヤの奥地、ネパール北西部、アジア最後の秘境ともいわれるドルポ。この地域で私たち取材班は足掛け2年にわたってヒマラヤに出向き、厳しい冬のドルポを含めた密着撮影を行いました。ヒマラヤに生きる純粋なチベット文化を色濃く残す最後の秘境。近年まで外国人の入国を拒み続けたドルポ地方の厳冬期、そして越冬がテレビカメラに収められたのは今回が世界で初めて。大自然の中で人々はどのような暮らしをしているのか。我々はこの地に住むという幻の民との出会いを求め、ヒマラヤへと旅立ったのです。氷と雪に閉ざされた秘境の地、天空のヒマラヤ部族、決死の密着取材150日間。400年以上続くと言われる奇祭、仮面祭りが始まります。世界初となる映像です。1年に1回のロサールの祭りですよね。仮面祭りって言われてますよね。400年以上ずっと毎年引き継いできたんですよ。邪気を払う、悪魔を全部払う、やっぱりそれを待ちに、今までの1年の悪いものを全部捨て去る、祭りは朝の10時から夕方まで休みなしに続けられます。見物客は弁当を持参、パクレやジャガイモカレーなど様々。ポットにはバター茶です。揚げたチャパティ2枚と焼いたチャパティ1枚を交換するんですよね、はい、お昼ご飯を食べ終わったらみんながお酒飲み始めるらしいです。それはそうですよね、テレビがない、ラジオもない場所だから、こうやってこういうのがショーなんですよね。年に1回だけショーをやって楽しむ。こうやって子供もちゃんと見て、代々引き継いでいく、真似できるようになってる。そうそうそう、素晴らしいよね。躍動的な踊りはそれぞれ宗教的なストーリーがあり、見るだけで功徳がある、ありがたいもの。村と寺の繁栄を祈るものです。
祭りは一番の盛り上がりを見せました。幻の集落として閉ざされてきたドルポニは、ともすればその意味が忘れ去られてしまいがちな伝統文化が暮らしの中に生き続けているのです。祭りは終わり、村は再び静寂に包まれました。金牛集落で暮らすある一家を訪ねてみました。荒削りな石の家は一見堅固な城塞のようです。ここ100年前に建てた家らしいです。入ってすぐがこう中庭みたいになっていて、これは石ですよね。石切って重ねて、白いちょっと粘土質の硬い密着性のある土を使って壁を作っている。そう、入り口絶対ちっちゃいんですけど、あの寒い地域だからだと思うんですけど、入り口すごいちっちゃくて、1階はだいたいこうなってます。だいたい2階なんですよね、みんな住んでるのは。1階が地熱で冷たいのかな、多分そうですよね。1階寒いんで倉庫みたいになってるんですよね。いろいろ冬の間過ごすものを入れたりとかするんですよね。2階に上がる階段がだいたいこれなんですよ。で、すごい細く一本の木を削ってこう階段に。面白いでしょ。大体生活空間も拝見させていただきました。で、上がるとなんか2階なのに土なんですよ、地面が。すごくないですか。うん、最初木を組んで石を乗せて土を乗せて。あ、なるほど、はい、これは何ですか。これは土、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 土の中は何ですか。まあ、これな、中から石、石で組んでて、はい、土で。そうです。2階にこう広間があって、また荷物みたいなの置いてて、入り口がすごいまたちっちゃいんです。わあ、すごい綺麗。一方とすごい、すごいいい家で、家自体はすごいちっちゃいんですよ。で、上は炭でもう黒くなっちゃってるんですよ。炭で。で、見てください、窓ここだけです。そう、そこは明かり取りね、明かり取り。窓そこだけです、ね、天井しかね、天井だけですね。お世話になっている村人に話を聞くと、独特の結婚形態を編み出していました。おれれれれれ。あの青い人は、ヌルブさんとどういう関係なんですか。中東村中年で집왔음。今から南東面積。本当？本当ですよ、本当に。ただ冗談じゃない。兄弟で一人の妻を共有するのです。一歳多分みたいな感じです。仲いいんですか。すごいな、なんか変わってるな、なんかだいぶ違うな。こちゃん、バター紅茶。バターって言うんですよ。紅茶にバターと塩入れて混ぜてるんですね。紅茶っていうか、みんな茶ですよ、中国の。じゃあ緑茶じゃない、紅茶。紅茶っていうか、紅茶。麹で不足するビタミン、脂肪分、タンパク質などを補うための栄養源として飲まれます。飲むときに唇に脂肪分がつくので、リップクリームのようにひび割れを防ぐ効果もあります。よろしくお願いします。シブドゥ、シブドゥ、ちょっと油浮いてるんですよね、バターも。でもなんかバター入ってるってほどしつこくないですよね。美味、うんね、しいですもん、普通に。スープと紅茶の中間みたいな調整する。歓迎の駆けつけ参拝、おかわりするのが礼儀だそう。
夏でも手を洗うとひび割れてしまうほど乾燥が激しいため、ドルポの人々は頻繁にバター茶を飲み、体に油を補給して乾燥から身を守っています。何杯も温かいバター茶を振る舞ってくれました。さらに2階にはもう一つ階段が、ちっちゃい階段なんですかね。で、周りがやっぱり燃料みたいになってる木が走ってあるんですよね。知ってるみたいです。ほとんどの家が3階建てになっていました。ここはスーパーですね。境内です。わあ、綺麗。わあ、すごい。すごい、神々しい。すごい芸が細かい、漆器でできます。ここまで運んできてこれを作るって相当大変だったと思います。こっちがほら、外になってるんですよ。神様に光が当たるようにっていうのと、ここ高台で村が見渡せるんで、悪いことしないように神様が村を見渡してるんでしょうね。ここで目を見張るのが、金箔を貼った高さ3メートルほどの弥勒菩薩。寺院には今も素晴らしい仏像や仏画、壁には仏の世界を具象化した見事な曼荼羅が。ここでしか見られないような貴重な仏画も多いのですが、劣化が進んでおり、やがて姿を消す運命にあるのでしょうか。サクサクしてる。ヒマラヤに来てかき氷食べます。前川さんいいですか。もちろんです。いいんですかじゃなくて、こんだけあるから。うんうんうん。わー、サンキューウィッカー。シンパトー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 でシンパトーでシンパウィンドセ。半袖じゃないか、君。寒くない？これ。うん。冷えてるやんか、すごく。寒い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 ボディです。寒いよ。子供たちは冬でも元気いっぱい。面白いな。出会った少女たちの澄んだ目と明るく無垢な表情。ヒマラヤを愛する彼らの表情は輝いていました。リング村の一番大きいスーパー、スーパー仏塔の様子を演しました。こちらです。風僕唯一の友達、ちょっと秋に来た時にね、広い店舗に訪ねてきてくれた僕の友達も。できました。カルデンでした。手でその空気感が出せればっていう感じですね。客人をもてなすのに欠かせないものです。できました。バター茶でした。そんなに。本当ですか。続いて集落唯一の医者を訪ねました。アムチーと呼ばれ、医者であると同時に僧侶。隣の集落に住むソナムロティさんの一人だけです。彼の医術は僧侶だった父親から受け継いだもの。治療には自ら採取した薬草や石、木の根などが用いられ、知識をもとにあとは経験と勘で調合するという。山などは결국 공정권은 현대 특히 효과를 내가 양미고 방어구조 인생을
なんでんでチャンバで食うのはね、ねえ、みんな言わないんだろ。そうな、山の味とさ。ごもごもさ。アムチーは、すべて無償で診察してくれるといいます。ティンギュー集落の集会にもお邪魔しました。マニ車を回しながら祈りを捧げるマニ団の集まりです。回すことで経典を読むのと同じ意味となるマニ車を回しています。滑りを良くするためにつけられた階に穴が開くほど回せば天国に行けるといいます。月に4回ぐらいこのようにお祈りをするみたいですね。この風景も絵に残していきます。その出来栄えに皆興味津々。ここで一度お昼ご飯。手で食べてる人と手で食べてる人は半分で、だいたい女の人が手で食べてる人。ご厚意で分けていただきました。ご飯に乾燥したやつのしおりのスープ、大根だこれ。これごちそうですか。これはさすがにさすがにお腹いっぱいですな。どのよりどのより終わって言わねえ。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 どのより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 終わって言わねえ。終わって言わねえ。終わって言わねえ。ドルポの人々は朗らか、笑顔があふれていました。お腹いっぱいでした。食べ過ぎた。トムよりハングリー。ノーノーハングリー。天竜村の大晦日です。慌ただしさはなく、静かに暮れようとしていました。地球上のどこにいようとも、物理的に刻まれる時間は平等ですが、聖なる大地ドルポでは確実に豊かな時間がゆったりとうとうと流れていました。みんなで集まってごちそうを作っています。9種類の具が入った年越しに食べるグトゥックと呼ばれるおかゆ。
大豆、豆、コーン、大根、薬肉や乾燥チーズを入れ、味付けはシンプルに塩だけ。日本でいう年越しそば、無病息災、多幸を祈願しいただきます。うん、すごい薄いあっさりした穀物のおじやみたいな、うん、そしてお団子の中にはおみくじだ、うん、家の柱や門に三波の粉を。幸運を呼び込むというまじないをすれば、一年の仕事のすべてが終了。一体どんなお正月を迎えるのでしょう。朝4時、最初に起き出してくるのは一家の主婦。家を守る女性がその年最初の水汲み。日本のお水取りのようなものなのでしょうか。大変。家に水を運んでます。神々にバターやサンパを捧げ、一年の幸福を祈ります。お酒やネパール風の餃子、モモなどごちそうも振る舞われました。標高4800メートル、厳冬期のドルポが孤立する理由がこの景色にあります。集落で一番高いこの場所でルンタを張り、皆の一年間の幸運を祈ります。大切な仕事。彼らにとっても正月は新しい年を迎え、心機一転する重要な区切りです。そして正月の準備の仕上げは先発。乾燥しきっているせいもあり、彼らが髪を洗うのは年に10回ほどだそう。集落の人々が集まり歌い始めました。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様、チャンネル登録お願いいたします。